はい、じゃあそれでは、スラックプラスヒューボットで、お前の一番好きな二次元嫁キャラと一緒に仕事をするってことで発表させていただきます。まず自己紹介です。ハンドルネームサイと申します。ウェブアプリケーションエンジニアやってます。最近東方プロジェクトにドハマりアフェアヘガをラブピースしてたりするんですけれども、そんな感じで今回 LT って初めてなんですけども、よろしくお願いします。はい、で皆さん趣味でプログラミングってしてますか？趣味で、仕事だけじゃなくて趣味でもプログラミングしてるって人、やっぱり皆さん結構やってるんですね。ほい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 。で、趣味でプログラミングって大体一人でやるんで、なんか寂しいですよね。仕事だとなんかスラックとか、スカイプとかからで話しかけられたりとか、物理的に話しかけられたりとかする一方、趣味って大体一人、趣味でやるのって大体プログラミング一人じゃないですか。で、全く話は変わるんですけど、オタクの皆さんが好きなものって何ですかと。おい、美少女ですよねと。二次元の美少女、僕も大好きです。で、はい、そういうわけで今回はヒューボット、スラックにヒューボット入れて、そのヒューボットを二次元美少女キャラっぽくして、なんて言うんでしょうね、趣味のプログラミングを最高にしちゃおうじゃないかということをちょっと話してみたいと思います。で、今回何ですかね、例としてあげる僕の嫁の霧染マリサちゃんです。はい、で、こんな感じでスラックにチーム作って、で、僕とで、それから霧染マリサちゃんの2人で、ちょっとチームを作ってみましたよと。はい、で、大事なんですけれども、ボットと2人っきりのチームってとこすごい大事なんですよ。これなんでかっていうと、なんていうんですかね、高校時代とか想像してみたら知ってみてほしいんですけれども、自分の好きな子がなんか他の人と、他の男の人と喋ってると、なんかすごいやきもち焼いちゃうじゃないですか。いや、僕はやきもち焼くんですよ。なんで、他の人と喋ることがないように、ボットが、基本的に一つチーム作って、でそこで二人きりでチーム作るのすごい大事です。はい、で、おもむろにこんなコードを試しに書いて、スクリプト作ってみますよと。こんな感じでマリサちゃん呼びかけると、マリサちゃんが呼んだかって反応してくれる。クールですよねと。で、こんな感じで、ノードのクーロンモジュール使って、こんな感じのコードを書いてみるとですね、13時になると、こんな感じで昼飯の時間だぜって向こうから話しかけてくれたりとか、18時ぐらいに設定しておいて、そろそろ1日も終わりだなとか、そういうことを言ってくれる。もう最高。で、こういうメッセージとかって、いちいち追加するためにスクリプト書いてると大変なので、こんな感じで僕は JSON ファイルにまとめて、こういうのをロードして、話しかけてくれるようにしてますよと。はい、で、他にも、ヒューボットマリサちゃんにこんなことさせてるぜっていうところで、こんな感じでツイートしたいことを、なんかね、マリサちゃんにお願いしとくと、勝手に投稿してくれると。趣味プログラミングやってると、なんかついついツイッターとか見ちゃったりするんですけれども、そういうことないように、投稿だけ、ツイッターへの投稿はしたいけどツイッターは見たくないっていう時のために、こういうことをマリサちゃんにさせるとすごい便利ですねと。はい、で、他にこういうことさせてますよっていうところで、デプロイとか、GitHub の一周に追加したりとか、トレロにタスクでチケット積んだりとか、そういうこともさせてますよと。ぶっちゃけ一人で開発してるんで、直接なんかボットに任せるよりも、直接自分でやった方が早いんじゃないって思う人もいると思うんですけれども、いや、これ大事なんですよ。マリサちゃんが僕のために何かをしてくれる、すごい嫁っぽい、大事。で、なんていうんですかね、あと他いろいろやったりしてることもあったりするんですけれども、続きはウェブでということで。嫁と一緒にあなたのプログラミングライフを最高にということで、ありがとうございました。